リチャード・オースティン・フリーマン焼け跡の死骸ソーンダイクはめったに夕刊新聞を見たことがないのみならずこの現代的産物に対しては常に軽い堅固の念さえ抱いていた。 だから私が夕飯の少し前にイブニングポストを手にして部屋に入った時にも彼はやや剣後の色を浮かべて尋ねるような眼差しでそれを見た「ダートフォード付近の惨劇」と私は新聞売り子の文句をそのまま真似ていったするとソーンダイクは剣後の念だけはその顔から消したが相変わらず尋ねるような目つきをしながら なんだいと言ったまだ詳しいことはわからないがとにかく我々の縄張りの出来事だ私は新聞を広げて次のような記事を読んだダートフォードから1マイルの草原で驚くべき惨劇が行われた今朝午前2時ごろ同地方の巡査が 入江近くの湿地で乾燥の堆積に火がついているのを見つけたので直ちに駆けつけてみたが乾燥は檻からの強風に煽られて一層火星を強め手のつけようがないので付近の農家をたたき起こし百姓とその2名の息子を連れて戻ってきたけれどもその時にははや乾燥が一面の火となって施すすべもないので付近に堆積のないのを幸い 燃えるままに任した朝8時道巡査が再び現場を訪ねた時には乾燥はほとんど焼き尽くされていたがなお灰になったまま燃えつつあり灰の中に人間の頭蓋骨が焼け残っているので驚きながら一層近くに寄って調べてみればその傍らに身体各部の他の骨も白亜のごとくなりて残り頭蓋骨の傍らには 太い、短い、陶器製のパイプも発見された。この戦慄すべき事件の原因はすこぶる明瞭であって、前夜まだ体積が出来上がらないので、百姓がはしごを残したまま立ち去っていたものゆえ、物乞いが一夜の宿を取るためにその上へ登り、パイプに火をつけたまま熟睡したので、乾燥に火が移るのに気がつかず、ついに火炎に包まれ、 眠ったまま窒息したものと想像される。うまい理屈をつけてるね。と、ソーン大イが言った。しかし、そりゃ結局想像に過ぎない。この惨劇に三つの原因を数えることができる。すなわち、過失、自殺、他殺。このうちの一つだ。しかし、幾分何でも自殺じゃあるまい。 自分で自分を火に炙るような自殺の仕方を選ぶものはないから。君の説には賛成できない。と、ソーン大イが言った。僕にはこんな場合も想像できる。法医学から見てこの事件にぴったり合う。例えばだね、ここに取り返しのつかぬほど借金をした男があって、生きているのが嫌になった結果、 手元に残った2、3ポンドの金で家族のために自分の命を高く保険にかけるとしたら、その男はどんな自殺の方法を選ぶだろう普通の方法で自殺したのじゃ目的が達しられないじゃないかけれども、もし彼が乾燥の山に火をつけて死ぬる方法を考え、すぐ効き目の見える劇薬、例えばポッタシウムのシアン化物や、 生産のようなものを焼けたらなくなってしまうセルロイドやゴムの入れ物に入れて乾燥の体積の上へ登り火をつけると同時にその劇薬を飲んで死んだとしたら誰が彼の家族が保険金を要求するのを怖みえよういくら探したって劇薬の後はわかる心配はないだから問題を起こすこともなく保険金はすぐ支払われるに決まっている しかしまあ、この事件はもうしばらく成り行きを見ているがよかろう。成り行きを見るにはあまり長くかからなかった。その日の翌日の長官は、焼死した人が物乞いであるという説を否定してこう書いていた。ダートフォード付近の惨劇は、また迷宮に葬られた感がある。焼死した人は物乞いと思われていたが、 その後警官が調査したところによれば焼け残った所持品などから想像して社会的に多少地位ある紳士らしく陶器製のパイプは一対の品でまた一つ後で発見された先端に銀の輪がつきケースに入れて携帯していたものらしくそのケースの鉄の部分だけは焼け残っていたパイプは二つともバーンスカッティ型で眼首に RR の頭字が刻んであった金側らしい懐中時計の焼け残りも発見されたが鎖は白金と金の輪を交互に混ぜた奇妙な鎖で金の輪のある部分は溶解して離れ離れに落ちていた白金の輪はねじれた四角形のまま何の変化も受けていなかった鍵もたくさん発見されたが ある部分は溶けていたその他指輪につけていたものらしい水晶の印象時計の鎖につけていたものらしい小型の瀬戸物のマスコット像それから数個の入れ歯なが発見されたこの入れ歯に関連して草積みから200ヤードの溝の中に上あごの市販が発見されたのは不思議である市販には2つの穴があるが その穴は医師や警官などが比べてみたところ死人の上顎に残る二群れの歯と符合していたとのこと肺の中から発見された入れ歯は全て下顎のものらしいとにかく死範だけが現場から遠く離れて落ちていたのはその訳を了解するに苦しましめる新聞記事を読み終わると 孫大工が私の意見を求めるような目つきで私を見た実に不思議な事件だと私が言ったこの記事を見るとやはり君が昨日言った説が本当らしく思われる君の説は昨日はあるいはそうかもしれないくらいなところだったが今日は多分そうらしいというところまで近づいたわけだ 君の説はこの記事の細かいところまで符号している。市販が落ちていたわけもうなずかれる。多分乾燥のそばに近づきながら劇薬を飲んだので、毒の中の酸や苦味のために咲いたり吐き気を催したりして市販を落としたのだろう。どうも作用としか思われない。それ以外にも想像がつかないことはない。と、ソーンダイクが言った。 けれども、今わかっている範囲内で判断すれば、わざと死んだという説が一番真に近いように思われる。しかしまあ、本人が誰かわかるまで待つことにしよう。ところが、本人はその日のうちにわかった。ソーンダイクも私も、その日は一日裁判所や方々に出かけて、この不思議な事件について考える痛も,もなかったのだが、 夕方になって二人が一緒に家へ帰りかけるとキングスベンチウォークの私たちの家の入り口近くをブラブラ行きつ戻りつしているグリフィン生命保険会社のストーカー氏にばったり出会った彼は私たちを認めると大股に近寄りながらいやあ今お二人に面会したいと思っていたところなんです長くかかりませんが ちょっとご相談したいことがありますので。ソーンダイクは彼を家に案内し、暖炉の火をかき立てて、三つの椅子をそのそばに引き寄せた。さあ、ストーカーさん。足を温めながらお話を伺いましょう。ストーカー氏は暖炉で手を炙りながら。あなたも乾燥の中で焼け死んだ人の話はお聞きになったでしょうが。あれは、 中外省のレジナルド・リードという人ですところが困ったことにはその人が私の会社と3000ポンドの保険を契約しているんですよ私は今朝新聞でその人の名を呼びますとなんだか聞き覚えのある名のような気がして急いで帳簿を送ってみたんですところが果たしてありましたよリードという名前が いつ契約しましたと、ソーンダイクが尋ねた。それがですよ。困ったことには、契約してからまだ一年にもならないのですよ。まだ一回しか保険料を納めないので、私の方で三千ポンドをまるで支払わなくちゃならないのです。無論、私の方では約束してある以上、どうなっても構いませんが、しかしいくらなんでも、 こういっときに取られちゃ少々答えますからね。さようですとも。と、ソーンダイクが同意した。で、私にご相談というのは。まあ、考えてごらんなさい。この事件には腑に落ちないところがありますよ。これを普通の事件と考えることができるでしょうか例えばですね、 尊敬すべきロンドンの紳士ともあろうものが、なぜ夜中の2時頃にあんなところの、しかも乾燥の中でタバコを吸っていたのでしょう。そうです。この事件は確かに普通とは変わっています。しかし本人が死んでしまった今になって、あなたはどうしようとおっしゃるのですどうしようとも思いませんがね。ただ、あなたに現場に臨んでもらっていただいて、 よく事件を調べていただきたいのです。ご承知の通り、保険では自殺は無効ということに決まっています。ですから、もしこれが自殺ということになりますと、自殺と想像すべき証拠がありますかと、ソーンダイクが尋ねた。では、自殺ではないと想像すべき証拠がありますかと、ストーカー氏が問い返した。 ありませんとソーンダイクが答えたけれどもあなたとしては証拠がなければどうすることもできないのです確かに自殺であるという明らかな証拠を示さない以上保険金は支払わなくちゃならないのですそれは承知していますところで一つあなたにこの事件を調査していただきたいのですがどうでしょう お引き受けいたしましょう。と、ソーンダイクが答えた。すると、ストーカー氏は手袋をはめながら立ち上がって。じゃあ、お願いいたします。あなたに引き受けていただければ、この上はないのです。ストーカー氏が帰ると、私がソーンダイクに行った。あの人も君と同じ説で、わざと死んだものと考えているらしい。 当たり前だよ。ストーカー君は利口な人だから変わったことが起きたら僕らが変わった説明をしいるものと考えているんだ昨日は自殺かどうか分からなかったが今朝ではもう十中八九まで自殺というところまで確かになったわけだしかし想像だけではストーカー君を救うことはできない証拠が発見できるかできないかわからないが 確かな証拠を示して自殺であると説明し得ない以上、グリフィン保険会社はこの死に方に対して当然保険料を支払わなくちゃならない。とにかく僕らは現場に行ってみようじゃないか。今までは第三者を通じて事実を聞いただけだから、どんな手抜かりがあるかわからない。明日は他に用事がないから、朝から出かけて調べてみよう。 特別に調べてみたいと思うようよな確かな心当たりでもあるのか確か確な心当たりはない正直なところ今ではただダートフォードまで行って捜索の探知を握りたいと思っているだけだその翌日の朝私たちがダートフォード停車場に下車するとソーンダイがプラットホームの上をあちこち眺めて巡査の姿を探していたが やがて巡査を認めるとつかつか歩み寄って焼けた草積みのある場所を訪ねた巡査は騒音大工が下げたカンバス張りの調査箱や私が持つ双眼鏡やカメラをじろじろ見て微笑みながら今朝からはやたくさんの人が焼けた草積みの場所を訪ねて来られましたよまるで新聞記者が行列を作っているようなものです ここから1マイルばかりあるんですがねジョイスグリーンまで歩いてそれからテンプルファームの反対の側の入り江の方へ出るのですそうするとすぐ焼けた草積みが見えますそれから彼はソーンダイクが精巧な地図と鉛筆を取り出したのを見て土手から56ヤードですよと付け加えた 私たちはこの巡査に教えられ地図を頼りながら停車場を出て寂しい小道を通り間もなく町を離れた2度目の段を越えて小道が大道に合した地点に来るとソーンダイが立ち止まって辺りを眺めたなるほどこりゃストーカー君の言った通りだこの道をまっすぐに行くと歌詞に出るばかりだ 都会の人が真夜中にこんな沼地に出るなんて受け取れぬ話だああ多分あそこの羊飼いの小屋のそばでみんなが動いているのが焼けた草積みだろう私たちは赤い帆を張った2層の帆船が見えぬ入り江を走っているのを眺めながら平たい草原に出た近寄ってみると羊飼いの小屋と見えたのは実は事務所で動いている人たちは 焼けた草の灰をショベルで描いているのであった一同を監督している警部は私たちの方に向き直って丁寧な態度で何用できたか尋ねたソーンダイクは名刺を出してグリフィン生命保険会社に頼まれてこの事件を調査しに来た旨を答えた後「できるだけの便宜を図っていただけるでしょうね」と尋ねた承知いたしました と言って、巡査は、尊敬のこもった、毛源らしい目つきで、ソ音ンダイクを見て。我々が見逃した点でもあったら、よく調査してください。お互いに社会のためですからね。で、何か特別にお調べになりたいものでも終わりですか発見されたものは何もかも見たいと思います。死体は、はや運び去られたでしょうかはあ。 埋葬場に送ってしまいまいししたしかし所持品は全部ここにあります彼は私たちを低い車の上の木製の小屋に案内してドアを開けて家に導いたこれが焼け跡から拾い取ったものです彼はテーブルの上に広げた白紙の上に並んでいるいろいろな物品を指さしたこれが全部だと思っています 引き続き探していますが、この1時間以来、これより他に何も出てきません。ソーンダイクはテーブルの上に並んだ物品を順々に取り上げて、丁寧に調べ始めた。まず第1が、3つの陶器製のパイプで、これは2つともガン首に RR の頭字がきれいに刻んである。次が、辺りの悲劇的な空気にそぐわぬ、 小さいマスコット像それから形の崩れた数個の鍵ところどころに金の塊のくっついた白金の鎖水晶の印象ソーンダイクはバラバラになった入れ歯を集めて自然の形に並べそれを市販と比べてみた「死体がここにありませんから」と市販を持ったソーンダイクが言った。 何とかして、この入れ歯と頭蓋骨を比べてみたいのです。あなたの方でお差し支えはありませんでしょうかえどうなさるんですかと巡査が聞いた。市販と入れ歯の型が取りたいのです。無論、原型には何の変化も起こりません。巡査はちょっとためらった。しばらくの間、彼の心の内で、 何でも拒絶したがる管理的気分と、この有名な探偵がどんな不思議な方法で調査を始めるか見たいという欲望が戦っているらしかったが、ついに欲望の方が勝って、そばで私が見ていてもいいでしょうね。という条件付きで許した。いいですとも。どうしてそんなことをお尋ねになるのですあなたの、 商売上の秘密かと思いましたねソーンダイクは調査箱を開けながら静かに笑って警部さん商売上の秘密を持つ人といったら一度見たら小学生の生徒でも行えるようなことをいかにももったいらしく行う人のことですよそんな人々には秘密も必要かもしれませんソーンダイクは アルミ製の鍋に半分水を満たしその中に歯科医が型を取る時に用いる混合物の塊を2つ落とし込んでアルコールランプにかけそれからバラバラの入れ歯に油を塗ったりゴムを溶かしなぞした巡査はソーンダ大工がソーセージ型に丸めた混合物を市販に押し当てるのを非常な興味を持って眺め漆喰の入った缶を覗き込んだりしてみた。 それから、漆喰の溶けたのを上の方から順々に下の方に流して市販の型を取るのを見ながら、やつぎばやの質問を浴びせかけた。漆喰と混合物が固まりつつある間に、一方では、孫大工が焼け跡から拾い取った物品の調査に取り掛かり、その中からたくさんの靴の病をより分けた。次に彼は、柔らかくなった二つの混合物を置き、 その一つの上には入れ歯を自然な形に並べ、一つの上には靴の病を並べた。靴の病は合計八つあったが、彼はその一つ一つにフランスチョークの粉を塗った。それから糸を置いて準備をした後、漆喰を流し込んで型を取った。靴の病と入れ歯の型が固まりつつある間に、ソーンダイクと私は、 灰の中から出た物品の目録を作ったり、巡査にいろいろなことを聞いたりした。もっとも巡査はあまり知らなかった。彼の職務は、ただ焼け跡の調査したところを検視官に報告するだけであるらしい。巡査からは何も売ることができないので、私たちは焼け跡に出てみた。けれども、焼け跡は荒涼としているだけで何も残っていない。 ただ妊婦が灰をかき集めているきりその妊婦に尋ねても容量を得ないのでまた事務所に帰った事務所に帰った時にはちょうど漆喰が固まっていたのでソーンダイクは十分に注意を払いつつ外側の型を壊し中から市販の原型そのままの漆喰の型を取り出したそれをそばから眺めていた巡査はすっかり感心してしまい それに色をつけたら、原型と模型が区別がつかなくなりますね。と言った。しかし、私にはやはりわからないですね。模型をとってどうなさるのか。この模型を頭蓋骨と比べてみたいのです。と、ソーン大イが答えた。市販の原型を持ち歩くわけには参りませんから、 埋葬場に行った時この模型と比べてみたいのです。これがリードのものであるか否かはどうしても調べておかなくちゃなりませんからね。時にこの市販が落ちていたというのはどの辺なんですかここから見えますよ。あの溝を渡ったところです。ありがとうございました。じゃあ私たちはこれからそこまで行ってみましょう。 言いながらソーンダイクは肩を柔らかい布で包んで調査箱に入れ巡査と握手した後事務所を出た「ジャービス君まあ考えてみたまえ」と溝の方に行きつつソーンダイクが私に言ったこの市販は干し草から離れたところしかも町から遠い反対の方向で発見されたんだよ。 だから、もしこれが本当にリードのものだったら、彼はその方面から来たことになる。彼がどこから来たかということは、ぜひ調べておく必要がある。それはそうだ。と、私が同意した。しかし、市販が落ちたのは不思議だ。彼が毒を飲んだとすれば、飲んだ時に落としたのだ。しかし、 彼が草積みのある地点に着くまで毒を飲まなかったとすれば市販の落ちた理由がわからなくなってくる。けれどもまだ証拠が少ないのだからあまり独断的な判断を急がない方がいい。彼は排水用の水の上にかかった橋の際に調査箱を置いて地図を広げた。リードがこの橋を渡ったか、それともこの橋のそばを通っただけかというのが問題だ。 君にもわかるように、この土手は1マイル足らずの下で入り江のところに出ている。だからもし彼が川の方から湿地を通ってきたとすれば、この橋を渡ったはずだ。しかし僕らは両方の過程に基づいて調査した方が安全だ。とにかくここに荷物を置いておいて、溝の両方を二人で調べてみよう。君はどっちを調べる 私は入江に近い方を選んだそして調査箱のそばにカメラを置いて橋を渡って溝に沿う道を歩きながら病のついた靴跡を探した橋の近くには芝生が生えているので足跡らしいものは見つからなかったが150ヤードばかり下ると虫が穴を開けて土地を柔らかくしたところがあってそこにははっきりと見覚えのある靴の病の跡がついていた で私はすぐ、杖を目印のためにそばに立てて、ソーンダイクを呼びながら橋のところに引き返した。私が足跡を発見したことを話すと、ソーンダイクが言った。どうもおかしいね、ジャービス君。橋はこれより下にはないのだから。してみると、リードはやはり入り江の方から来たものに違いない。 じゃあこれからさっき取った靴の病の型を持って行って比べてみよう彼は箱の中から石のように硬くなっている病の型を取り出してポケットに入れ箱とカメラを下げて杖の立ててある地点に向かった「病のある靴を履く人もたくさんあるからこれが必ずしもリードの足跡だとは言えないかもしれない」と足跡を見ながら言った けれども大抵リードのものももだろうもっと明瞭な足跡があるかないかこの先を調べてみよう私たちは23ヤード離れて足跡を探しつつ進んだしばらくの間芝生ばかりで足跡は見つからなかったすると急に向こうの方に潮が満ちた時に浸したらしい黄色の窪地があるのが目についた そばに寄ってみるともう潮が乾いているがまだ少し湿っていて、たくさんの足跡が入り乱れている。私たちが湿地のそばに立ち止まってよく足跡を見ると、二人の男の足跡と羊の群れが通った足跡があるのが分かった。私たちが湿地のそばに立ち止まってよく足跡を見ると、二人の男の足跡と羊の群れが通った足跡があるのが分かった。 こりゃあ、事件が全く新しい方面に発展してきたぞ。と私が言った。そうだね。今度は何か確かなことがわかるかもしれない。しかし、慎重な態度をとって調べなくちゃならない。この二人の足跡のうち一つは、秒から判断して確かにリードの足跡に違いないが、一つはゴム裏の靴だから、仮にその男を X と呼ぼう。 まず第一にリードの足跡から調べることにする。ソーンダイクはポケットから病の型を取り出して足跡と比べてみた。確かにリードの足跡だ。焼け跡から出た病も8つだが、この足跡の病も両方合して8つある。その上、この足跡の病がいちいちこの型の病と同じだ。この型には、 半分の病が2ついと三角の病が2つと腎臓型の病が2つあるが、この足跡を見ると、外側に2つずつの半分の病があり、内側に1つずつ三角の病があり、かかとに1つずつ腎臓型の病があって、どの病も新しくて真滅していないものばかりだ。だからこれは確かにリードの足跡に違いない。 この足跡の型を取っておいた方がいいね。と私が言った。うん。雨が降ったり潮が満ちたりして消えるかもしれないから、今のうちに君が型を取ってくれたまえ。僕はその間に二人の足跡の大体の方角を調べて地図に記入するから。そこで二人は別々の仕事に取り掛かり、 私は足跡のうちの一番明瞭なのを4つ選んで漆喰を流し込みその間に孫音大工は調査箱から数本の色鉛筆を出して地図に足跡の方角を記入し始めた漆喰が乾きつつある間に彼は地図を広げて私に説明したジャービス君この通りに4畳の足跡と羊の通った跡があるが一番初めの青鉛筆の線は X の足跡だそれから羊の群れが通って X の足跡を踏んでいる次にしばらくたってリードが1人で来て X の足跡と羊の足跡を踏んでいるそして2人とも同じ川の方向に歩いているそれからまた2人が後戻りをしているが今度は2人一緒だったと見えて2人の足跡が平行して 今までのの足跡の上を踏み、その上2人ともゆるゆる歩いたと見えて一直線になっていない次に X の足跡が1人川の方に向かって歩き今までの全ての足跡を踏んでいるただ一つ第4の X の足跡だけは踏まれていないその第4の足跡は川の方から来て 大道に通ずるあの橋を渡っている。だからこの図から判断すれば大体の検討がつく。まず第一に、X が一人ここに来たのだ。どこに行くのが目的だったか、それはまだ調べてみなくちゃわからない。それからしばらくして、どのくらい時間が経ったのかそんなことはわからないが、とにかくしばらくしてからリードが一人で来た。 それから二人が途中で出会ったものか一緒に後戻りしている。多分酒でも飲むために後戻りしたのだろう。そしてリードの足跡はそれきりなくなっている。それから X が川の方角を歩いているが、その足跡は君もご覧の通りしっかりと一直線になっている。次にまた X が引き返しているが、 これは草積みのあたりの人目を避けるためなのか、街に出るには遠いにもかかわらず、あの橋を渡っている。さあ、僕らはこれから、彼らが行ってまた引き返した会合所を探すことにしよう。その時には、もはや漆喰の足跡の方が固くなっていたので、それを箱の中にしまって川の方角に進んだ。私は宣告から、 前方に小さいヨットらしい船の帆柱が覗いているのを見つけていたので、ソーンダイクにそれを示した。すると、ソーンダイクもはやそれを見つけていたと見えて、二人で、会合書は多分あの船だろうと言った。近づいてみると、果たしてそれは先週に新しいペンキでムーンビームと記したヨットで、船の甲板から板を差し渡した岸には、二人の足跡がいっぱいについている。 このヨットの持ち主は二人のうちのどちらだろうと私が聞いた。二人のうちのどちらかがこのヨットの持ち主とすれば、それは X に決まっている。とソーンダイクが言った。なぜというに、X はゴム裏の靴を履いているが、ヨット謎に乗る人は甲板を大切にするからよくゴム裏の靴を履くものだ。 リードの方は病を打った靴を履いているがヨットに乗る人が鉄の病を打った靴を履いたりなんぞするものじゃない多分2人は船にペンキを塗ったのだろうペンキの新しいところと古いところがある彼はしばらく船を眺めながら考えていたがやがて言葉を続けて「船の内を調べてみると面白いぜ多分得るところがあると思う」 しかし、そりゃ少なくも侵入罪だよ。と私が言った。あの情に鍵がかかっているとしたら、なおさらひどい侵入罪だ。けれども、何もそんなに法律上難しく考える必要はないじゃないか。君がその立派な双眼鏡で、一枚イル四方をじっと睨んで番をしてくれさえすれば、何をしたって心配はないのだ。 と言いながら彼はポケットを探って、私たちの実験室の助手ボルトンが針金を曲げて作った長方な鍵のタバコの友という名前のついたものを取り出して、ひらりとヨットに乗り移り、目ざとく周囲を見回したのだ。情をつついたと思うと、難なくハッチの扉が開いた。彼はすぐキャビンに姿を隠した。 しばらくすると彼がまた姿を現して。別に大したものがあるわけじゃないが、しかし見たらきっと新しい事実が分かってくるよ。まあ君、入ってみたまえ。大抵二人がやったことが想像できるよ。入るときにはカメラを持ってきた方がいいよ。写真を撮るだけの分かりはあるから。私は彼に双眼鏡を渡し、 看板からハッチをくぐってキャビンに降りてみた。キャビンは床から天井まで4フィートあるかないかの狭苦しい部屋で明かりは1つのスカイライトと2つの小窓から差し込むばかり寝台は2つあるが1つは腰掛けの用を務めていたものらしく1つは寝ている人が抜け出したばかりのように毛布がシワになり枕がくぼんでいる。けれども、 辺りは床にはペンキの入った壺や汚れたはけウイスキーの殻になったのや半分入った瓶があるかと思えばあっちの方には2つのコップと2つの裁ン瓶が転んでいるというわりさま2組から抜いたらしいかるたは部屋中にまき散らされているその光景を見てはソーンダイが言ったように 二人の酔っ払った場面を想像するに堅くなかった二つのろうそく台には牢ばかりが垂れ固まっているがそのろうそくは今では草積みの灰と消えた恐るべき秘密を照らしたことであろうけれども死人の連れ男の名前は私には相変わらずわからなかった私は一通り部屋の内部を見てカメラに映して外に出ると すぐソ音ンダイクが例の重宝なタバコの友でピンと鍵をかけてしまった。ねえ、ジャービス君と、二人が街に帰りかけた時、ソ音ンダイクが言った。もうこれでストーカー君に依頼されただけの仕事は果たしたような気がする。まだ全然自殺説を打ち消すわけにはいかないが、しかしこれだけの証拠を握っていれば、もう自殺とは言えまい。 どっちから考えてみても他殺としか思われないからね。全くだ。と私が同意した。その上僕は、この犯罪は前々から準備して取り掛かったものらしく思われるね。多分、あのヨットの持ち主たる X がリードを乗せてやると言ってここまで招き寄せ、昼間は船にペンキを塗り、 夜になって酒を飲みながら博打を始めたのだ彼らが2組のカルタを使っているところを見ても大変な金高をかけたことがわかるそれからリードが酔っ払ったものだから X がその辺まで送ってやろうと言い出したのだ足跡を見ると2人が一緒に歩いている時には2人とも酔っ払ったような歩き方をしているが X が一人ヨットに帰る時にはまっすぐに歩いているから X だけは酔っ払っていなかったのだ X がリードを殺したのは橋の辺だろうその途中でリードの市販が落ちたのは X も暗いので見えなかったのだそれから死体を草積みの真ん中に置いて風上から火をつけたまま急いでヨットに飛んで帰ったのだろう それから船の中で一晩過ごして朝になると、人目をしのぐため、焼け跡を大回りして町の方に行ったのだろう。僕にはどうもそう思える。僕もそう思う。と彼が言った。残った問題は、この X が何人であるかということだ。これは難しい問題ではないと思う。 埋葬場では白骨を検査するつもりかいと私が尋ねた。いいえ。埋葬場に行ってみるのも面白かろうがその必要はない。もう十分な証拠を握っているのだから、この上はリードのことを考えずに X のことさえ解決すればいいんだ。それにはロンドンに帰らなくちゃならぬ。停車場に着くと、 ちょうど売店の売り子が勇敢の広告を貼り出すところだったその貼り札には草積みの惨劇新しく発展すと書いてあった私たちはその新聞を一枚ずつ買って記者の中に入って大きな字で印刷したその記事を読み始めた草積みの惨劇はその筋の調査によりて新しく意外の方面に発展してきた 死んだリードはリードエンドジャーマン商会という仲買店の主人であるがこの相手のジャーマンも行方不明になっていることが発見された同紹介はこの週になって以来店を閉じているが小遣いの話によれば月曜日の晩方8時頃ジャーマンが鍵を持って店に来た姿を認めたよし草積みが焼けたのは月曜日の朝2時 火曜日の朝第一便でジャーマンの裏書きある小切手がバトモーア銀行に払い込まれた同じく火曜日の朝ジャーマンはハットンガードン商会から1000ポンドのダイヤを買ったがハットンガードン商会では銀行に電話で聞き合わした後彼の小切手を受け取ったそれからまた最近に調査したところによればリードとジャーマンは 共に先週の土曜日銀行を訪れて二人とも32ポンド残した金額を引き出したとのこと故にハットンガードン商会が受け取った小切手はちょうどその日払い込まれた小切手であったまだむやみに推定を下すのは危険であるが明後日ダートフォードで開かるべき尋問では今まで不審とせられていた書店が明らかになるであろう もう、X が誰だか、大抵想像がついた。と私が言った。多分、二人相談して金を引き出し、その金をかけてカルタをして、勝った方のリードが殺されたのだろう。確かなことは断言できないが、もし X がジャーマンだとすれば、あるいは君の想像通りかもしれない。しかし僕らは、 新聞記事を信じてむやみな判断を下すことは慎まねばならぬ。とにかく、これから帰りへ警視庁に寄ってみよう。記者がチャーリングクロスに着くと、二人はひらりとプラットホームに飛び降り、急いで警視庁の方に法を運んだ。警視庁の入り口の前まで来ると、ちょうど降りよく、おなじみの警視、ミラーが出てくるところだった。 彼は私たちを認めると満面の笑みを浮かべて「草積みの事件か?」と簡単に尋ねたああ今ちょっと勇敢である記事を読んだものだからあの記事が正確かどうか調べに来たんだ読んだかい君勇敢を読んだよあの記事のとおりだほかにリードの紹介から出した小切手が見たいのだが 最後の二つはダメだろうねああ最後の2つだけは銀行にあるのだから裁判所の許可がなくちゃ見られないしかし他の小切手は紹介にあるはずだから見えるだろう見たいのなら僕が一緒にこれから連れて行ってあげようあっちに潤さんが行っているはずだから私たちは直ちにこの刑事の定義に同意して リード・エンド・ジャーマン紹介のあるクイーン・ビクトリア街に行った。ミラーは同紹介を監視している警部補に向いて。帰ってきた小切手があるかいと聞いた。ああ、たくさんあります。みんなしまっておきました。警部補はどこからか5つ6つの束を取り出して机の上に置いた。 その机の引き出しは調べたものと見えてみんな開いている「そう!」とミラーが言った「小切手はこれだけだ」「小切手を調べて何になるのか知らないが君のことだから何か手がかりになることを見つけるだろう」ソーンダイクはミラーに勧められた椅子に腰掛けて小切手を調査し始めたミラーはそばから慎み深慎み深く 物珍しそうに見守っていた。この2人は申し合をして商売上の金と使用の金を混同していたらしいとソーン大イが言った例えばここにピカーリーブドウ酒商会に宛てたリードの小切手があるがあの会社は得意先じゃないそれからここにセントジョン看護院の初期に宛てたジャーマンの小切手があるがこれも仕様らしい。 それから、このウォラー氏と、司会アンドリュー・ダートン氏に宛てた二つの小切手も同様だ。二つとも看護院長のと同様、ギニア単位の同じ額の金高が記入してある。商売上の小切手には、ポンドからシリング、それからペンスまで、みんなそれぞれ額が違っている。君の言う通りだよ。と、ミラーが言葉を受けて、 随分乱暴な商売をやったらしい。まあ、この辞書を見てもわかるじゃないか。みんな手が違っている。こんなまちまちな辞書は銀行が嫌うやつだ。辞書をするときには辞書の見本に書いた通りに手を似せて書かなくちゃならない。辞書するたびに手が決まっていない男は他人に色々な迷惑をかけるよ。そうだね。 と言いながらソーンダイクは小切手を見て何やらその中から手帳に書き取ったそれから彼は立ち上がって手帳をポケットに収めミラーの手を握りながら「ミラー君いろいろご親切にありがとう」と言った「もう他に見たいものはないないありがとう僕には 君がさっき小切手を調べた理由がわからないね。と、二人が家へ帰りかけた時に私が言った。無論、直接の事件は小切手を調べたってわかりやしないがね。しかしあれを調べると、二人の普段の関係がわかるのだ。この事件の調査には、二人の関係を明らかにしておく必要がある。その次の日は、 あまりソーンライクを見なかったそれというのは前日ダートフォードに旅行したために仕事が遅れたのと翌日の準備にこの日を休んでおかねばならなかったからであった尋問が始まる光景は見物人や新聞記者にとっては面白いかもしれないが私たちにはあまり関係がない地方の巡査や百姓の申し立ては 私たちがはやすでに知っていることを重複したにすぎないちょっと面白かったのは地方の歯医者が市販と頭蓋骨が符合していると申し立てたことであった「あの市販と死人の顎とはぴったり合っています」「顎には5本の歯が2か所に分かれて生えていますがあの市販の2つの穴がちょうどその歯に合いました」 私が調べたところでは、あの市販は死人のものに違いありません。あれは大切な証言だ。と、歯医者が退出した後で孫大工が私に言った。あれが推理の鎖をつなぐ一つの大切な輪になっているのだ。しかし、それはわかりきったことじゃないかわかりきったことだが、 これでいよいよ確実になったのだ。私はソーンダイクの言葉が腑に落ちかねたのだ。尋ねようとしたが、その時次の証人が現れたので口をつぐんだ。次の証人というのはアーサー・ゼラード氏。彼は太いメフィストフェレス風の眉毛と小さい黒い口ひげを生やした貧章らしい背の高い男だ。 大型のメガネをかけて口角のそばに小さいほくろがあるがそのほくろのおかげで彼はいつも半面に笑みを浮かべているように見える死人の誰であるか一番に判別したのはあなたでしたねと検視官が尋ねたほうとアイルランドなまりのあるゼラードが答えた私は新聞記事を読んで 焼け跡から発見されたもののことを知ると同時に、すぐにリードだと思いました。私は、あの人とは個人的の交際を結んでいましたので、あの珍しい時計の鎖や、小さい陶器のマスコットや、頭字を刻んだ陶器のパイプは、何度も見たことがあります。 入れ歯をしていたのも知っています。たびたび会っていられたのですかああ、一年以上も一緒に商売をしたことがあります。一緒に商売するのをやめた後も、友人として交際していました。どうして一緒に商売するのをやめました あの人は商売はダメな人でしてね。いつもありもせぬ金で賭博ばかりやるものですから、私がみんなそれを払ってやらなくちゃなりませんでした。賭博に使う金を二千ポンド以上貸してやったことも一度や二度ではありません。 あの人はいつも借用証書,書を書きましたが、証書通りに金を払ってくれたことは一度もありません。それでとうとうおしまいに、あの人を生命保険にかけて、死んだときにその保険金を私がもらうことにしたのです。 自殺だとは思い,ませんか思いません。あの人は私と別れるとウォルター・ジャーマン氏と一緒に商売を始めましたが相変わらず賭博だけは続けていたようでした。それでも満足してうまくやっているふうでした。 あの人と最後に会ったのはちょうど1週間前でしたがその時はジャーマンがヨットを持っているので近いうちに一緒に短い後悔をすると言っていました証人ゼラードが立ち上がりかけると突然ソーンダイクが立ち上がって検視官の許可を得た後彼に尋ねた ゼラードさん、あなたは今ヨットの話をなさいましたが、そのヨットは何という名前で、また最近どこにつないであったかご存知ですか名前はムーンビームです。ジャーマン氏はそれをテムズ川のどこかにつないでいたらしいですが、それがどこにあるか私も知りません。それから、 このジャーマンという人のことですが、一体この人はどんな人です例えば性質なぞ。あの人のことはあまり知りませんが、何でも方等壁のある酒飲みで、博打もちょいちょいやるらしいです。非常にタバコの好きな人ですかタバコは少しもやりません。 いいつも鍵パイプを加えていました次に呼ばれた証人はリード・エンド・ジャーマン商会の小遣いで彼は月曜の朝8時ジャーマンが鍵を持って事務室に入るのを見たと述べた彼は検視官の質問に答えて私は自分の仕事を済まして階段を上りかけたところでしたからジャーマンさんがどのくらい部屋の中におられたのか そんなことはちっとも知りません。ただ一度ちょっと見ただけなんですから。何かジャーマン氏の様子に変わったところは見えなかったですかとソーンダイクが立ち上がった。い,いえ、階段を上がりかけた時にふと音がしたものですから振り向いてみたらジャーマンさんだったのです。ジャーマンさんは私が振り向くとすぐあっちに向かれました。 ジャーマンさんだということがすぐわかりましたかええ、あの人は1マイル離れていてもわかりますよ。いつも街灯を着ていられますが、その街灯が薄い飛び色の地に緑色の五番島という奇妙な街灯ですからね。見間違える心配はありませんよ。ジャーマン氏の背の高さは、 5フィート9インチ10インチもありましょうか。するとこの時、倍身長がイライラした態度で遮って。そんなことをお調べになるのは時間を無駄に費やすだけではないでしょうかジャーマンの身長などは警察の方にとっては大切な問題かもしれませんが、私たちにとっては不必要なことです。私たちは、 ただ、レオナルド・リード氏の死を調査しているだけなんですから。検視官も懇願するような目つきでソーンダイクを見ながら。そうです。陪審長が言われる通りです。私はそうは思いません。とソーンダイクが言った。私たちは今、レオナルド・リードの死を調査しているのではなくて、焼け跡から発見された白骨の主を調査しているんです。 だって、白骨の主はレオナルド・リードだと分かっているじゃありませんか。そりゃ間違いです。私は、白骨の主はウォルター・ジャーマンだと断言します。私の断言を証明する証人も控えています。しかし、と、検視官が叫んだ。さっきの証人は、干し草が焼けてから18時間後にジャーマンを見たと言いましたよ。 ところがですよ。と、ソーンダイクが言った。失礼ですが、あの証人は、ジャーマンの街灯を見たと言っただけです。顔は見なかったと断言しています。検視官は急いで何やら陪信長に相談した。陪信長は明らかにその顔に嘲笑を浮かべていた。相談が終わると、検視官はソーンダイクの方に向かって、 バイ長も、私と同様、あなたの説は信じられないと言っています。あなたのお説はあまり事実と相違していますから、証人を呼んでその申し立てを聞くことにいたしましょう。ソーン大工はちょっと検視官にお辞儀をした後、アンドリュー・ダルトン氏を呼んだ。すると、中年のいかにも医者らしい紳士が姿を現して、誓いを立てて次のように述べた。 私は歯科医で2年ほど前にウォルター・ジャーマンの上下の歯を抜いて両方の市販を作ったことがございますそれがこの市販ですかああこの市販を作る時に用いた漆喰の模型を持って参りました言いながら彼はカバンを開けて中から真中の蝶子がいで自由に動くようになっている上下の顎の模型を取り出した 上あごには歯肉の上に二所に分かれて歯が生えているが下あごには前の方に4本の歯が並んでいるばかりであるこれが患者のあごの模型でここの師範はこの模型をもとにして作ったのですと歯医者は言った彼はテーブルの上から師範を取って模型の上あごに当ててみた 一同はしんと静まり返って息を殺して結果いかにと見入った市販は上顎にぴったり合って模型の2群の歯が市販の2つの穴から覗きちょうど完全な花見を作った次に歯医者はロうで下顎の型を取りテーブルの上にバラバラに置いてたくさんの歯を取ってその型に当ててみた またぴったりやって完全な花見を作ったソーンダイクは歯医者の方に向いてどうですあなたがお作りになった師範に違いありませんか違いありませんこれは確かに私がジャーマン氏のために作った師範ですこのバラバラの歯もジャーマン氏の下顎の歯に違いありません 孫音大工は検視官にちらっと目をくれた。すると検視官も特進したように頷ういて、私はその証明で満足しました。と陪審員を振り向き、諸君はどうです陪審員たちも皆依存はなかった。口を揃えて同意の旨を答えた。目前に証拠を見せられたのだから無理もない。検視官が言った。 ソーンダ大工さん。じゃあ、あなたにこの事件の真相を説明してもらいましょう。陪審員や私には判断がつかないのですから、あなたとしては申し立てとして確実なところを述べていただきたいのです。承知しました。証拠があるのですから、無論確実なところを申し上げます。彼は誓いを立てた後、次のように述べた。 私がこの事件の新聞記事を読んでまず不思議に思ったのは焼け跡から発見された物品の性質でしたその中には白金や陶器製のパイプのような耐火力あるものがあってそのうちの二つには生命の頭字さえ刻んでありましたこれではまるで焼け死んだ後に誰だかわかるようにしてあるようなものですこの疑惑は あの市販を見て一層強くなりました。焼け跡から出てきたものと市販との間に軌道、不合理が発見されたからです。まあこの市販をご覧なさい。これは傷一つついていない綺麗な赤い硬化ゴムの市販ですよ。しかるに焼け跡からは二つのパイプが出ています。 ところであんな陶器製のパイプを使う人はひどいタバコ吸いであるばかりでなく害して色の黒い強烈なタバコを吸うものですそしてもしその人が市販をはめていたとしたらその市販が黒くなって洗って拭いてもなかなか落ちるものじゃありませんしかるにこの歯の間を覗いてみるとどこもタバコで黒くなっていませんですからこれは タバコを吸わない人の市販です。タバコを吸わない人の市販だとすれば、リードの市販ではありません。この市販が白骨にぴったり合うということは、先に地方の医者によって証明されました。ですから、この市販がリードの市販でないとすれば、従って死人はリードでないということになります。なのに、 時計の鎖やパイプやマスコットのメダルはリードのものです。ですからつまり、リードの所持品で耐火力のある物品ばかりをリード以外の他の男の体と一緒に焼いたのです。還元すれば、リードが死んだと思えるように身代わりに他の男を殺そうと工夫を凝らしたのです。この事実は、 私たちに一つの想像と一つの疑問を提供しています。想像というのは、おそらくあの師範が発見された地点で、リード以外の何人かが殺されたに違いないということ。疑問というのは、リードが死んだように見せかけようとした目的は果たして何であるかということです。ところが私は、 リードが3000ポンドの生命保険に入っているという事実を聞いています。ですから、誰か彼の死によりて、この3000ポンドを得ようとしたのです。私は現場に臨んで調査してみましたが。と言って、それからソーンダイクは私たち2人で調査した結果を簡単に述べて、また言葉を続け。ですからあの晩は、 二人の男が草積みの方に行ったのです。そのうちの一人は、焼け跡から白骨になって現れた男です。他の一人は、ヨットに引き返した男で、多分この男が、リードの三千ポンドの保険金を我が物にしようと企んだのでしょう。その男が誰だかわかりますかと、検視官が尋ねた。わかります。 その男が、レオナルド・リード自身であることは確かです。けれども、さっき3000ポンドの保険金を受け取るのは自分だと、アーサー・ゼラード氏が言ったではありませんか検視官が叫んだ。そうです。ゼラード氏は10分間前にここを退出したが、警部が後をつけています。私が警部に頼んで、 ゼラード氏のの姿を見失わぬように尾行させたのですじゃあ、あなたは、このゼラードとリードの二人が、クルになってるとおっしゃるんですね。私は、アーサー・ゼラードとレオナルド・リードは、同一人物だと認めています。検視官は、ひとしきり当惑したように考えていたが、やがて証人として立ち会っている小遣いの方に向いて、 君はどう思いますさっきゼラード氏と名乗ってここに来た人はリード氏に違いありませんか私はそうは思いません。なるほど。背の高さや体格や顔色は似ていますが、リードさんには髭もほくろも眉毛らしいものもほとんどないと言ってもいいくらいで、メガネもかけていらっしゃいません。 とこの時突然ドアがバタンと開いて激しく警部がゼラード氏を突き入れた瞬間ズドンと一発耳をローするような音がして仮の名前のアーサー・ゼラード実の名前のレオナルド・リードは右手にピストルを握りしめたままこめかみから血潮を押したたらしてバッタリと。 後ろの腰掛けの上に仰向けに倒れた。